フラッシュをご覧の皆さん、ポジティブストヨガの庄司ゆう子です。本日は、お家でできる簡単なヨガレッスンを行いたいと思います。それでは皆さん、よろしくお願いいたします。ではですね、最初かかととかかと、おへそとこう一直線になるように安楽座で座っていきましょう。そこで手のひらを自分の方向に向けて組んでいきます。おへそを見ていきましょう。手をぐーっと遠くに遠くに伸ばして、大きなボールを抱え込んでるイメージです。で、ここから左右にゆらゆらと揺さぶって肩甲骨を浮かしていきます。で、真ん中に戻してきたら、天井方向にぐーっと伸ばしていきましょう。視線天井方向、伸びて伸びて、で、伸ばしていったら左右にゆらゆらと揺さぶって肩甲骨をほぐしていきましょう。では手のひら外側にくるっと返して、吐く息で解放していきます。それではですね、今度右の腕を伸ばして左肘でこう掴んでいきましょう。背筋を伸ばして吐きながら、ゆっくりとツイストしていきます。左の壁方向を見ていきましょう。吸って吐く息でもう一個ねじっていきます。右の肩周りをほぐしていきましょう。次の吸う息でゆっくりと正面に戻し、吐く息で解放です。今度はですね、左の腕を伸ばして右の肘で掴んでいきましょう。背筋を伸ばして吐きながら、ゆっくりと右にツイスト。で、次の吸う息でゆっくりと正面に戻し、吐く息で解放です。今度ですね、首を右通りに大きく丁寧に回していきましょう。首の骨を一本一本感じ取っていきます。呼吸止めずに深い呼吸です。気になるところで反対回りにも大きく回していきましょう。頭の重み感じ取っていきます。はい、ではゆっくりと動きを止めて正面に戻していきましょう。今度はですね、四つん這いになっていきます。マットの上に四つん這いになっていきましょう。まずは、肩の下に手首が来ているかを確認して、足は腰幅に開いていきます。足の甲は寝かせて、指先を大きくパーッと広げていきましょう。一度、今ある息をすべて吐きて、鼻から息を大きく吸って、天井方向をぐーっと見上げます。お尻をキュッと突き上げ、背中と首気持ちよく伸ばしていきましょう。吐きながらおへそを見ていきます。背中丸めていきましょう。もう一度、吸って、天井を見て、吐きながらおへそを見ていきましょう。これ、腰痛に効くポーズですね。猫のポーズです。では吐く息でゆっくりと正面に戻していきます。今度ちょっと体幹を鍛えていくんですけども、足先ちょこんと立てます。左の足をお尻の高さまで持ち上げて、右手アップ、右手と左足です。この時にお腹がマットと平行になるようにしていきましょう。息を吸って、吐きながら肘と膝をタッチしていきます。そう、ここできちっとタッチして、吸いながら伸ばしていきましょう。体幹鍛えます。吐いて肘と膝タッチします。吸って伸ばして、吐いてタッチ。吸って伸ばして、吐いてタッチ。吸って伸ばしたらここでキープです。吐きながらゆっくりと正面に戻していきましょう。反対もやっていきたいと思います。右の足をお尻の高さまで持ち上げ、左手まっすぐ伸ばしていきましょう。息を吸って、吐きながら肘と膝タッチ。吸って伸ばしていきます。吐いてタッチ。吸って伸ばして、吐いてタッチ。吸って伸ばして、吐いてタッチ。吸って伸ばして、吐いてタッチです。吸って伸ばしたらここでキープ。呼吸止めずに、5、4、3、2、1、ゆっくり四つん這いになって、一度足の甲を寝かせて、お尻をかかとにつけましょう。おでこをマットにつけて、チャイルドポーズでお休みしていきます。口からふーっと息吐き出していきましょう。呼吸整えていきます。では次の吸う息でゆっくりとおでこを離して、四つん這いになって、また、この立ちポーズに入っていきたいと思います。それでは次に立ちポーズに入りたいと思います。まずは右足を軸にして、左足を足首、ふくらはぎ、もしできそうであれば太ももまで乗せていきましょう。もし辛かったら、倒れそうであれば、もうふくらはぎでも大丈夫です。では胸の前で合掌していきます。このままでも大丈夫ですが、もしできそうであれば、両手を天井方向に伸ばしていきます。
姿勢は遠く一点を見つめていきましょう。立ち入りのポーズです。集中力を高めていくポーズ。この時に肩の力抜いていきます。でおへそにずっと力を入れて呼吸することでバランスが取りやすくなっていきます。鼻から吸って鼻から吐いて、あと一呼吸、吐きながらゆっくりと手を解放して足を下ろしていきましょう。ちょっと足踏みをして反対の足も行いたいと思います。まずは左足を軸にして、右足を足首、ふくらはぎ、太もも、どこでも大丈夫です。で胸の前で合掌したら両手を天井方向です。で肩の力一つ抜いて遠く一点を見つめていきましょう。強い風が吹いても倒れない気をイメージしていきます。立ち木のポーズです。では次の吐く息でゆっくりと手を解放して足を下ろして足踏みしていきましょう。今度ですね、足腰幅ぐらいに開いていきましょうか。手を骨盤の上に置いて、お尻を下に下にこう落としていきます。空気椅子に座るようなイメージですね。この時に膝が前に出すぎないように、ちょうど足先が見える位置がいいですね。で両手を天井方向に伸ばし、視線は天井を見ていきましょう。この時も肩の力一つ抜いて、余裕がある方はお尻をもう一個下に落としていきます。ふくらはぎと太ももを強化していくポーズ、椅子のポーズです。ここでしっかりと呼吸していきましょう。では次の吸う息でゆっくりと上体を起こし、吐く息で解放です。ちょっと足踏みを行っていきますね。では最後に入ります。それでは次に足の裏と足の裏をぺったりとくっつけていきましょう。でここで座骨をしっかりとマットに捉えていきます。背筋をスーッと伸ばして、吐きながらゆっくりと上体を倒していきましょう。もう辛かったらここでキープでもいいし、もし余裕がある方は両手を前に前に歩かせていきます。いけるところで大丈夫です。ここで少し呼吸していきましょう。鼻から吸って、鼻から吐いて。合席のポーズです。股関節周りをほぐしていくポーズです。次の吸う息でゆっくりと上体を起こして、また足を戻していきましょう。ではですね、次に仰向けのポーズに入っていきたいと思います。頭を後ろにして寝転がっていきましょう。でここでですね、右の膝を両手で抱え込みます。このまま左側にパターンと体を倒して、右の手を遠くに伸ばしていきましょう。視線は右手の指先見ていきます。吸って、吐いて。ワニのポーズ、骨盤の歪みを調整していくポーズです。で次の吸う息でゆっくりと上体を戻して、吐く息で解放です。反対向いていきますね。左の膝を抱え込み、右側にパターンと体を倒し、姿勢は左の手、左の指先方向見ていきましょう。しっかりと呼吸してウエストを絞っていきます。骨盤の歪みを調整していくポーズ、ワニのポーズです。吸いながらゆっくりと正面に戻し、吐く息で今度はぎゅーっと両膝抱え込みましょう。頭を浮かせます。おへそ見ていきましょう。上下にゴロンゴロンと腰をマッサージするように転がしていき、腰のマッサージすることで腰痛に効くポーズと言われています。胎児のポーズです。ゆっくりと起き上がっていきます。はい。ありがとうございました。